中部ドイツ福音主義協会は、ドイツ福音主義協会を構成する20の福音主義宗教会の一つである。すべての宗教会と同様に、中部ドイツ福音主義協会も広報上の社団である。2011年春から、宗教会事務局はエアフルトに置かれている。この宗教会は3139の教会共同体に約68万人の教会員を有する。 中部ドイツ福音主義協会は2009年1月1日、キルヘンプロビンツザクセン福音主義協会と、チューリンゲン福音ルター派協会の合同によって、設立された。この2つの宗教会は、2004年6月以降、中部ドイツ福音主義協会連合を形成していた。この新しい宗教会はドイツ合同福音、ルター派協会の加盟協会であると同時に、 福音主義合同協会にも加盟している。数の上では、ルター派が圧倒的多数を占めるが、少数の改革派協会の立場も尊重している。したがって、合同協会としての形態も合わせ持つ、新しい形のルター派宗教会でもある。中部ドイツ福音主義協会は、ザクセガン,ンハルト州とチューリンゲン州に管轄地域の大部分を持つ。加えて、 ブランデンブルクとザクセン州の一部を管轄地域に持つ。ザクセンアンハルト州の一部地域はアンハルト福音主義協会、あるいはブラウンシュバイク福音ルター派宗教会に属している。チューリンゲン州の一部地域はクアヘッセンバルデック福音主義協会の管轄になっている。それゆえ、この宗教会は、 西側部分において1920年に創設され、1952年まで存続していたチューリン及びかつてのプロイセン王国キルヘンプロビンツ、ザクセン州の領域に合致する。2007年、キルヒエンプロビンツザクセン福音主義協会とチューリン福音ルター派協会の宗教会総会が統合を決議し、2008年7月5日に共通の教権を 制定発布した。その後、2009年1月1日に中部ドイツ福音教会は設立された。2008年7月、中部ドイツ福音主義協会は宗教会総会を開催し、教権を制定した。教権全文にはこの宗教会を構成するルター派協会共同体と改革派協会共同体のそれぞれの信仰告白を規定している。 この宗教界内ルター派教会共同体において、アウクスブルク振興告白、アウクスブルク振興告白弁称、シュマル・カルデン条項、ルターの小距離問答、大距離問答、和教信条を振興告白として規定している。改革派教会共同体において、ハイデルベルク振興問答を振興告白と規定しているが、フランス改革派教会会議も振興告白として、 認められている。さらに、中部ドイツ福音主義教会に属しているすべての教会共同体は1934年のバルメン宣言で記述されている内容を肯定し、それに従うとしている。中部ドイツ福音主義教会の主座教会幕でブルク、大聖堂中部ドイツ福音主義教会のトップに宗教会監督が置かれる。最初の宗教会監督として、 イルゼユン・カーマンが2009年3月21日に開催された宗教会総会において選出された。2009年8月29日、マクデブルク大聖堂において監督に就任した。2019年5月10日、中部ドイツ福音主義協会総会が開催され、宗教会監督選挙が行われた。3回目の投票でフリードリヒ・クラウマーが過半数を獲得して、 選出された。2019年9月7日、マグネブルク大聖堂で新監督の就任式が行われた。議決期間としての宗教会総会を宗教会は開催する。2009年1月に最初の総会が開催された。総会議員は84人である。総会議員は5年の任期で選出されるか、教会執行部による任命によって選任される。 あるいはその職責により総会議員になる場合もある。宗教会総会は1年に一度定期的に数日間開催される。議事進行は議長団によって担われる。議長団は総会議長と2人の副議長によって構成される。総会の課題は政治の場における議会と類似したものがある。宗教会監督、ランデス・ビー・シャーフ。 地域監督リージェノルバシャーフ、宗教会事務局長デザーナントの選出は、教会総会の任務である。宗教会管理運営部門の最上層は、宗教会事務局ランデスカーチャーネメットである。宗教会事務局2011年からは、エアフルトに置かれる。その時まで、アイゼナハとマクデブルク事務局長者が使用される。しかし、宗教会監督居住地は、マクデブルクである。 宗教会事務局のトップには、総裁、プレイジデンティンがいる。現在の総裁は、ブリギッテ・アンドライである。副総裁は、財務局長を兼任する、高等三次会員、ステファン・クローセである。宗教会事務局には6つの壺、ね、30の課がある。宗教会事務局長、宗教会は、その運営において、上から下まで次のような階層構造で構成されている。 規定部分として3139の協会共同体カーチェンジェミンドンが広報上の社団として存在している。協会共同体は役員会を選ぶ。この協会共同体役員会のメンバーは協会長老と呼ばれる。複数の協会共同体は協会地区を共に形成する。37の協会地区は指導部として地区総会を持つ。 地区総会議員は常に、協会共同体役員会から選任される。協会地区を指導する牧師は、地区長サプリンテインデントという名称を持つ。改革派協会地区改革派協会の晴れ、大聖堂特別な形態を持つのは晴れに本部を置く、改革派協会地区である。この協会地区は、地理的領域を持たないが、ザクセガン,ンハルト州内に5つの協会共同体を有する。 ハレ大聖堂、ハルバーシュタットのリープフラウエン教会、ユグノーの伝統を引き継ぐマグデブルクの改革派、ワロン教会、ブルクの聖ペトリ教会、アッシャースレーベン改革派教会の5つの教会共同体で1つの教会教区を構成する。改革派教会教区代表牧師は、改革派長老職務担う。教会共同体は、地域監督。 リージェノルバシャーフによって指導される教区に属する。5つの教区で宗教界を形成する。宗教改革ゆかりのビッテンベルク城教会。ありがとうございます。